佐々木式部容疑者の過去犯罪歴、東京、歌舞伎町のハーブ店店長、佐々木式部容疑者、麻薬成分含むハーブを所持容疑、店長ら4人逮捕。佐々木式部が逮捕されたのは2012年11月28日です。東京都歌舞伎町でハーブ店の店長を務めていた佐々木容疑者でしたが、商品の中に麻薬を所持しており合計 91g の麻薬所持の疑いで逮捕されています。佐々木容疑者は、商品に麻薬が入っているのは知らなかった、などと否認していましたが、他の従業員3人は容疑を認めていたものです。記事によると犯人は佐々木式部45歳、2012年当時、であり、45歳でどん底に落ちたという佐々木式部と一致することから、同一人物で間違いないと思われます。佐々木式部容疑者は逮捕される3年ほど前、2009年頃、から歌舞伎町で風俗案内所を装ってハーブ店を経営し、入浴剤やお香に使う、などと主張し、東京都の行政指導や警察の捜査を逃れてきたということです。今回は詐欺グループに電話番号を下ろす会社を経営。これはどう考えても筋金入りのアウトローじゃないか。テレビもちょっと変わった店主を面白がって取り上げるけど、中には詐欺師みたいのもいるから、よくないよこれ。佐々木式部で調べると、日経新聞2012年11月28日、麻薬成分を含む植物片や粉末を販売目的で所持したとして、警視庁組織犯罪対策5課と東京都薬務務課は28日までに、東京、歌舞伎町のハーブ店店長、佐々木式部を、歌舞社、4号、ら4人の麻薬取締法違反、営利目的所持、容疑で逮捕した、警視庁ととの合同捜査による麻薬事件の摘発は初めて、と記事がある。こんな同姓同名滅多にいないので、同一人物だと思われますが、居酒屋店主の前は脱法ハーブ屋なら、わからなくもない。この人10年前にも歌舞伎町で脱法ハーブを売って逮捕されている極めてグレーな人間。夜更かしで毒舌マスターとして結構な頻度で出演してたけど、日テレはコンプライアンス的にどうなんだ。大住康幸の Facebook 画を画像、カモリスト売ります。アシストライズの実質経営者、特殊詐欺グループに電話番号を提供したとして電話番号供給業者、アシストライズ、のみ、質経営者が逮捕されました。逮捕されたのは大住康幸容疑者、51歳、です。逮捕された大住康幸とはどのような人物なのでしょうか。今回の詐欺グループに電話番号を提供していた事件について、特殊詐欺グループに電話番号を提供した疑いで、9人が逮捕されました。電子計算機使用詐欺不法助の疑いで逮捕されたのは、東京都千代田区の電気通信事業者、合同会社アシストライズの実質的運営者大住康幸容疑者と、代表の佐々木式部容疑者、55歳、が9人です。警察によりますと、9人は共謀し、去年11月、岐阜県岐南町の当時66歳の女性が、約49万円を騙し取られた、還付金詐欺事件に使われた電話番号を詐欺グループに提供した疑いが持たれています。大堤容疑者らの会社は、詐欺に使われる電話番号の供給業者として国内最大規模とみられ、その被害者は全国に及び、このうち岐阜県と東京都だけで被害額は10億円以上とみられています。詐欺グループに電話番号を販売し詐欺を手助けするという許しがたい事件。2021年9月から現在までに発生した特殊詐欺事件の中で、アシストライズが提供した電話番号が180件を超えているということです。アシストライズは電話番号供給業者としては国内最大規模と見られており、少なくとも被害額は10億円以上と見られています。共犯者の佐々木式部容疑者は過去に、月曜から夜更かし、など、にも出演した名物店主でした。逮捕された大住康幸とはどのような人物なのでしょうか。現時点で判明しているプロフィールは以下の通りです。名前、大住康幸。読み方、大住康幸。住所、不明。年齢、51歳。職業、電話番号提供業者アシストライズ経営者。佐々木式部などを裏で操り詐欺行為に加担していた大堤容疑者。
逮捕された大住康之の Facebook やインスタなどの SNS は特定されているのでしょうか。調べてみると、Facebook には、大住康之、康之大堤で検索するとともに同姓同名のアカウントが存在します。しかしながら、住所や年齢などの情報が不足していることから照合できていないため、犯人のものであると確定できる段階ではないようです。また、インスタでは、大住康之、康之大堤、ともに一致するアカウントはありませんでした。アシストライズとは、大住康之が経営していた、アシストライズとはどのような会社だったのでしょうか。会社ホームページを見てみると表向きは電話代行サービスを行っている業者に見えます。社名、合同会社、アシストライズ、本店所在地、東京都千代田区神田錦町に、5、旧神田カトランビル403号、代表者、佐々木、式部、代表電話番号、03-6752-824、電気通信ごと、合届けで、A021-833 区、表向きは戦術した、佐々木式部、が代表者として記載されています。ですが実質の経営者はこの大住康之だったというわけです。アシストライズでは電話代行サービスを装い、カモリストと呼ばれる悪徳商法等で何度も騙された連絡先を売買する業務を行っていたのです。カモリストに一旦掲載されてしまうと、悪質な業者から自宅や職場などに毎日のように勧誘の連絡が入ることもある。SNS では現金プレゼントと偽ってフォロワーを集め、投資の話や儲け話などでカモリストに登録する手口もあると言います。アシストライズという社名が、アシスト、ライズ、支援する多数嘘、ともともとカモリストの売買をするための会社だという声もあります。